こんにちは、レザークラフトフールです。今回の動画はロングウォレットの制作動画パート2になります。パート1はですね、概要欄の方にリンク貼っておきますので、まだご覧になってない方はね、ぜひそちらもご覧ください。今回の動画からいよいよね、本体の制作に取り掛かる予定だったんですけど、なかなかですね、下処理が終わらなくて、今回もね、下処理の動画になりそうです。ただですね、オリジナルの技法をたくさん紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。よし、はい、そしたら本体のね、仕上げの作業を始めます。さて、何から始めるかというと、まずはですね、こちらのパーツたちの、この小口のですね、減り返しの、作業をしたいと思います。先ほども少し話したんですけど、必ずですね、しなければいけない作業ではないので、減り返しをね、されない方はもうこの部分はね、飛ばしてください。作業時間としてはですね、まあこれをするとしないとでかなり差が出てくるので、特にね、すき機がないとこれ結構大変なんですよね。昔僕はまだ自分がフリーマーケットで販売をしている頃からこの減り返しをしてたんですよね。当時はね、もちろんこうすき機なんか持ってなかったので、当時から、ペディナイフを使ってね、こうこの減り返しする部分をすいて、今とね、同じ作業をしていました。これね、かなり大変でしたね今思ったらよくやってたなって思うんですけど、まあ、当時流行っていたバイカーズ系のロングウォレットなんかも何年かね、使ってたらこの小口の部分がね、ヨレヨレになって、なんかね、僕はそれが好きじゃなかったんですよね。でミシン縫いのメーカーさんなんかはここの小口の部分をね、減り返ししてステッチ入れていたので、なんかね、やっぱこういう風にしたいなと思って始めたんですけど、これね、めちゃくちゃ大変ですよねでもこの作業やってるとやってないとではやっぱり10年ぐらい使った後のですね、小口の部分のへたり具合がもう全然違うので、少しね、手間なんですけど、今もね、変わらずこの作業はしています。今ですね、これ、減り返しをする1センチ幅の目印をつけました。このラインに沿ってですね、減り返しを、します。で、僕はですね、この減り返しを、よりですね、しやすくするためにこの、ドレッサーを使用しています。このドレッサーの減りを使ってですね、少し溝を掘ってあげて、こうね、折り返しやすくしてあげます。まあ、こんな感じでね、ちょっとね、ガイドを作ってあげます。まあ、これね、もっといいやり方があるのかもしれないんですけど、完全にね、これ独学なんですけどねいろいろ試したんですけどね、やっぱまあこれが一番、早くて綺麗に僕はできるので、もうね、ずっとこのやり方でやっています。はい、こんな感じでね、軽く溝を掘ってあげて、減り返しをね、しやすくしてあげます。こちらの、お札入れ、コインケースの高さはですね、8.5 センチになっています。ここの部分ですね。革自体は1センチ減り返しを行うので、9.5 センチで、切り出しをしています。ですから、まあ、この減り返しをね、されない方は 8.5 センチの高さで、切っていただければと思います。もちろんですね、本体と同じく横幅は19センチになります。この定番の形のウォレットはこの長方形の部分のパーツがですね、5つあるので、この5つ同じように溝を掘ってあげます。よし、はい、溝を掘り終えました。そしたらですね、今度は貼り合わせするためのですね、ボンドを塗る部分の目印をつけたいと思います。だいたいですけどね、先ほどの、溝を掘ったラインに合わせてですね、はい、1センチ幅で軽くね、目印をつけていきます。このね、真鍮の棒、これ1センチ幅の棒なんですけど、これがね、めちゃくちゃ、役に立ちます。僕はね、かなり重宝してますね。これね、8ミリ幅とかもあるんですよね。僕は、この1センチ幅しか使ってないですけど、均一にね、目印をつけたい時なんかはね、これね、すごく便利だと思います。目印をつけたら、この今つけた目印のですね、外側にですね、はみ出ない程度にボンドを塗って貼り合わせをしていきます。
はい、フールで使用するボンドは L のスーパーボンドになります。このボンドはですね、すごく接着力も強くて、かつですね、放置していい時間が結構長いんですよね。個人的にはすごく扱いやすいので、今はね、もうほぼこれを使っています。はじめはですね、この G クリア、これが使いやすいかもしれません。僕もね、はじめのうちはもうずっとこれを使っていました。で、こういう、狭い部分ですとかベタ塗りしない場合はですね、僕はこのチューブタイプを、よく使用します。始めた頃からですね、この缶タイプっていうのを使ってなかったんで、このね、チューブタイプに慣れててすごくね、使いやすいんですよね、僕は。ただこれ結構ね、慣れてないと難しいみたいなんで、缶で慣れてる方は、まあ、これ使わずにですね、缶のボンドでヘラを使ってね、塗っていただければと思います。はい、よし、全部ね、同じようにボンドを塗っていきます。レザークラフトはね、決まりはないので、最終的にですね、自分が納得するものとか、商品でしたらお客さんがね、喜んでもらえるものが作れれば、その完成までのですね、アプローチっていうのはどういった形でもね、いいと思っているので、まあ、この辺はですね、ぜひ参考にしていただいて、ご自身のですね、一番やりやすいやり方や一番使いやすい道具を使ってですね、仕上げていただければいいと思います。まあ、そういった部分でですね、全く当てがない方とか初めての方はですね、ぜひ僕のやり方なんかを参考にね、していただければいいんじゃないかなと思います。このボンドもですね、ベタッと塗るんではなく、まんべんなくですね、塗り残しのないように、薄く塗っていくっていうのが、コツになります。たくさん塗るとですね、ボンド層ができてしまって見た目がね、あんまり良くないので、できるだけ薄く塗り残しのないように塗っていくのが、ポイントです。はい、ちょっとね、ダマになってしまったりしたら、こういったね、ヘラを使って薄くね、伸ばしてあげればいいと思います。はい、これでね、少し放置です。はい、ベタベタね、しないぐらい乾いたら、これを、ローラーなんかを使って圧着をしていきます。はい、先ほどの、ボンドを塗る目印をつけたラインに合わせてですね、こう貼り合わせをしていきます。こうすることで、必然的にですね、1センチ幅均一に減り返しを、することができます。ほい、ゴロゴロゴロっとこう圧着ですね。はい、ちょっとね、ボンドがはみ出た場合はヘラなんかを使って、この段階でですね、きれいに、のけておきます。この後ですね、床面を処理するので、はい、そしたらですね、こういった感じで綺麗にね、減り返しをすることができました。ほい、はい、そしたらですね、今度はこのパーツの床面の、処理をしておこうと思います。床面はですね、このトコノールで、磨いていきます。もう一番スタンダードなやつですよね。ちょっと前まで別の、レザーバームっていうやつを使ってたんですけど、これがですね、もうほんと値段が上がりすぎてちょっとね、使えない状況なので、当面はですね、このもうトコノールで仕上げていきたいと思ってます。ほんとね、最近までね、使ってなかったんですけど、使ってみたらね、これ意外とよくって、全然これでいいじゃんという感じでもう今はね、このトコノールで、仕上げています。まあ、ほんとこれはですね、まんべんなく塗ってヘラで磨くイメージですね。ちょっとね、この際の部分が難しいですけど、まあ、この陰面に、できるだけつかないように気をつけながら、床面に塗っていきます。で、このですね、端の部分、5ミリぐらいはもう磨かずにね、
残しておきます。トコノールをね塗っていると、接着の際にですねボンドがこうくっつかないので、もうボンドをね最終的に、塗る予定の部分にはですねもうトコノールを、塗らないようにします。はい、塗ったら、このヘラでですね軽く、磨きます。もうほんとね軽くでいいと思います。ここまでねピカピカにする必要はないと思いますので、軽くこう磨いておいてあげると汚れがつきづらくなります。よし、はいはい、こんな感じで、残りもですねすべて、磨いていきます。はい、よし、こんな感じでね床面を磨き終わりました。うん、はい、ここまでは順調ですね。まだねこの閉会式のね下処理が続くんで、もう少々お待ちくださいね。はい、でこの段階でですね、3つは、この小口をそのまま縫います。2つはですね、ファスナーを取り付けるので一旦ね置いておきます。よし、じゃあまあこの2つを置いておいて、このですね、へり返しをした口の部分を縫っていきたいと思います。はい、こちら、ディバイダーですね。ネジロック付きの、まあ、コンパスみたいなアイテムなんですけど、これでですね縫い穴を開ける目印を、つけて、はい、こういった感じで、はい、穴を開けて縫っていきます。はい、今回使用する、ひしめ打ちはもうほんと普通のひしめ打ちですね。京進 L で販売している、ひしめ打ちで、幅はですね、4ミリ幅の、ピッチで、作っていきたいと思います。目印に目打ちを乗せて穴を開けていきます。ひしめ打ちの、打ち方についてはですね、詳しくまた別の動画で紹介していますので、まだね見てない方はぜひねそちらの動画を見ていただければと思います。今回はね細かい説明は、なしでいきたいと思います。よし、はい、こんな感じですね。はい、残りの2つも同じように穴開けていきます。はい、穴を開け終わりました。はい、そしたらねここを縫っていきたいと思います。今回はもう定番のロングウォレットということで、ステッチもねほんと無難に白色で、縫いたいと思います。手作りの場合はねこういったところも自分で好きな色とかに選べるので、それがいいですよね。今回使用している糸は、ビニモの1番ですね。まあ、4ミリ幅だとこの辺の糸が無難だと思います。またですねこう市販されているこのビニモの糸はですねちょっとねローが多いので、僕はねもうこんな感じでローをね少し落として使用しています。はい、こだわりのねない人は、このビニも非常にね扱いやすい糸なので使ってみていただいてもいいと思うんですけれども、このね手縫い用の糸もね本当にねいろんな糸があるので、ぜひですねいろいろ試してもらって、ご自分のね気に入った糸を見つけていただければと思います。はい、もうこんな感じでね普通に縫っていきます。この縫い方に関しても、また別でですね詳しい動画を、アップしていますので、ぜひねそちらも見てみてください。ほい、じゃあねこの調子で全部縫いたいと思います。よし、はいはい、こういった感じで縫い終わりました。ここにですねステッチが入るだけで強度がねグッと増すんですよね。電熱ペンで焼き止めをします。電熱ペンをねお持ちでない方はライターでね止めていただければ OK です。
はい、でこのパーツなんですけれども、一つは、カードケースの土台になります。こういった感じですね。でこちらの2つはですね、こういう感じで縫い合わせて刺し切りの部分になります。よし、じゃあまあ先にですね、このカードケースの方から、仕上げていきましょうか。はい、まずですね、この縫い合わすパーツの、この切りっぱなしの部分ですね、この断面の小刃仕上げをしたいと思います。一緒にですね、こちらのパーツの、小刃も磨いておきたいと思います。もうね、こういう薄い、革のパーツはですね、僕はヘリ落としをかけずにですね、このヤスリがけのみで、仕上げていきます。これね、紙ヤスリなんですけど、このねスポンジブロックに巻いて使います。これもねホームセンターで売ってました。まあ、この手のですね便利道具を紹介した、動画もアップしてますんで、まだね見たことない方はぜひご覧ください。安くてですね、費用対効果の、ね、抜群のアイテムを5点、でもね実際はね6点、紹介してます。どれもねおすすめのアイテムなので、もしね見てない方はねぜひそちらの動画も見てみてください。はい、ヤスリをですね、銀面の方からこう当ててですね、面を整えていきます。で、めくれができるので、ここの部分をですねもう軽くハサミで落とします。もうこれだけですね。下手にねヘリ落としをするとこうね深く削り落としすぎて、形をね保つのがね結構大変なんですよね。磨いては切って磨いては切ってみたいな作業になるとなかなか大変なので、もう僕はですねこういった1ミリ以下の革の作業はですねヤスリがけのみで仕上げるようにしています。はい、次はこちらですね。はい、カードポケットの口の部分になります。こちらはですねこう R を取っているので、ちょっと丸く切ったスポンジを使用して当たりやすくしてあります。まあ、クリッカーで抜いた、革っていうのはそのままですね小刃磨きしてあげてもそこそこね綺麗にはなるんですけど、もうねちょっとヤスリを当てておいてあげるとすごくね手作り感というか温かみが出るのでね、まあ、大して変化はないんですけれども、僕は軽くねヤスリを当てるようにしています。はい、 OK です。はい、これでですね小刃のヤスリがけが終わりました。あとですねこのすき機ですいた部分に少し、段差ができているので、この辺を滑らかにするために、ペディナイフで、整えておきます。まあ、これぐらいのですね段差なら特にね問題はないんですけど、あまりね段差がありすぎるとちょっとね跡が出てきたりするので、ある程度はですね整えておいてあげた方が後悔することはねないと思います。はい、フールで、使用するコバインクはですねフィービング社のエッジコートになります。こちらがですねしっかり、コバも固まって綺麗に、磨けるので、こちらのコバインクを使用しています。よいしょ、エッジコートをですね、これね今何で塗っているかというと、じゃん、こちら、ラクヌーリですね。これね名前はねちょっとふざけてるんですけど、
すごくね、コバインク塗りやすくって優秀です。もうこれね、使い出したら綿棒とかはね、ちょっと使えないですね。小さく切って、クリップで挟んでですね、僕はこうやって塗るようにしています。はい、コバインクを塗ったら、はい、コバインクを塗ったら、CMC を、潤滑油にして、はい、こちらウッドスリッカーで磨いていきます。よいしょ。はい、こんな感じです。ウッドスリッカーをお持ちでない方はこちらのね、ヘラ磨きのここの部分を、使っていただいても磨けますので、お持ちの道具でね、仕上げていただければと思います。順番にね、同じ要領で仕上げていきます。よし、はい、はい、こんな感じで、カードポケットのね、小口の部分のね、コバ磨きができました。で、ここからね、またちょっとオリジナルというか、僕のちょっと独特なやり方なんですけれども、このカードポケットの、口の部分、少し、強度を持たしたいので、約ね、1センチ分ぐらいをこのエッジコートで固めてしまいます。こうすることでね、この口の部分がね、ちょっと強くなるんですよね。で、やりすぎると、長年使っていただいたらね、ちょっとこう、カードにこのコバインクが貼り付く恐れがあるので、もっとこの口の部分1センチだけエッジコートを塗り込みます。まあ、この辺もですね、もう本当完全に、独学というかオリジナルのやり方なので、まあ一つね、こういうやり方もあるんだというところで見ていただければなと思います。はい、よし、口の部分、こういった感じで塗り終わったら少しね、放置します。はい、あと同じくですね、このマチの部分もコバをですね、仕上げておきます。やり方は同じですね。エッジコートを塗った後 CMC で、はい、磨きます。このね、コバ仕上げの方法も別動画でね、アップしていますので、ぜひね、そちらの動画も見てみてください。まあ、このコバ磨きの、方法っていうのは本当にね、人それぞれいろんなやり方があると思うので、ご自身のね、やりやすいやり方があるようでしたら、もうそのやり方でやっていただければいいと思います。要はね、コバが綺麗に仕上がればいいのと、今回の動画ではですね、この段取りというか、まあ順番を紹介するのがメインだと思っていますので、もしね、まあこれといったやり方を模索している方がいらっしゃったら、まあ僕のやり方もね、参考にしていただければ、僕が作っているアイテムはもうその作り方でね、作っていますので、それぐらいのクオリティには、仕上げることができると思います。はい、じゃあ、コバを磨いたらですね、今度、このパーツの床面を下処理しておきます。こちらもですね、先ほどの札仕切り、カードポケットの、土台の部分と同じですね、トコノール塗ってヘラですとか、ガラス板なんかでね、磨いていただければいいと思います。はい、こんな感じですね。まあここまで見ていただいてもですね、僕ね、そんなにとびきり高い道具とか全然使わないんですよね。基本的にはですね、本当20年前に買った道具を、まあもちろんですね、買い替えたりもしてるんですけど、ひしめ打ちとかね、どうしても長く使ってるとね、刃が折れたりするので買い替えはしてるんですけれども、まあほとんどですね、当時から使っている道具を使ってものづくりをね、しています。いろいろね、試しては見るんですけど、なんかね、結局元に戻ってしまう感じですね。よし、はい、こういった感じで、町のですね、床面も処理することができました。はい、この段階でですね、少し、皮に湿気が入っているので、もうね、折り目を、つけておきます。もう単純に真ん中で折ってローラーで折り目をつけます。よし、はい、
皮をね濡らして折り目をつけたりもするんですけど、あんまりですね濡れすぎているとこれね皮が伸びたり型崩れを起こしたりもするので、その辺はちょっと注意ですね。よいしょと、はい、こんな感じです。はい、じゃあまず刺す仕切りの方から仕上げていきたいと思います。はい、ということで、内装のですね下処理がほぼほぼ終了しました。こうやって見るとですね、下処理って本当にたくさん工程がありますね。4パートではちょっとこれは終わりそうにないかもしれません。まあ、今回のね動画のシリーズは少しね丁寧に紹介をしていきたいと思っていますので、パート数はね増えてしまうと思うんですけれども、ぜひね最後まで見ていただければと思います。次の動画では、お札仕切り、あとコインケースの部分ですねの制作工程を紹介していきたいと思っていますので、チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録していただいて次の動画をお待ちください。はい、ということで今回の動画は以上となります。それではまた See you!